あれ？ここは？どうやら元いた場所のようだが。戻ってきたようですね。どうなっているのです？ターナさんに会えるはずでは。騙しやがったのか。先に伝えた通り、彼女は概念であるがゆえに存在はありません。しかしいつでもどこにでもいるのです。紹介しましょう。新たに我が眷属に加わった進化の女神ダーナです。なんだと？女神だって？ダーナさん、やっとお会いできました。リコッタちゃん、ラクシャさん、ダーナね、なんでかくれんぼしてた？ごめんね。始まりの命に触れないと、もうみんなに認識してもらえないみたいで。どうやら随分と世話になってしまったようだ。借りは必ず返すのがトラバルト家の掟だが、どうも借りが大きすぎるようだな。ヒュンメルさん、まったくだぜ。なんて礼を言えばいいのやら。とにかくダーナのおかげでグリーク地方は救われたってわけだ。サハドさん、アドルさん、ううん、あの時は無我夢中で、気づいたらこんな姿になっていて、ごめんね。きっと心配をかけたよね。私が夢に見た原初の世界において、生まれたての大地は変化のない退屈な世界でした。それゆえに私は選択と淘汰を司り、進化を促す木を作り出しました。それが始まりの大樹。あのヒドラとかいう森人に聞いた通りだな。ええ、進化の輪廻が紡ぐ夢はとても心地よいものでしたが、移ろいあらば、おのずと歪みや淀みを生じるのも必要です。アドルとダーナ、二人が予期せぬ縁の糸で結びついたのも、そうした歪みの一つなのです。それがまさか、私が目覚めるほどの世界のほころびになるなんて。それは、私はこのあと再び長い眠りにつきます。私が夢を見続ける限り、いつか再び
ラクリモサは訪れるでしょう。ただ今後、ラクリモサは進化の女神に委ねられます。ダーナネーニー、ダーナはラクリモサにずっと苦しんできたわけだろ。それなのに今度はそいつを任されるなんてしんどくねえか。実は自信はないかな。だから今度は一人じゃなくて手伝ってもらおうかなって。皆さん、その節はお世話になりました。サライさん、それに進化の森人たちか。ええ、私たちは今回のことで森人の任を解かれました。今後はダーナさんのもとで進化の管理を補佐することになります。地上で暮らす者たちのこと、我々も少しは分かっているつもりです。時代の状況に応じて少しでも適切にラクリモサを扱えるのなら、進化は地上をより良い方向に導けるのかもしれません。よく分からんが、今後はダーナやあんたたちがラクリモサを呼ぶってことか。うん、だがよくよく心することじゃ。地上が早々に乱れるようなら、今後はその時期を早めることもあろう。わしらがいつでも目を光らせて見守ってるということだ。世界を守るためにはわしらも躊躇するわけにはいかん。なあ、ダーナ様。うん、それがマイヤ様から与えられた条件だからね。こいつは油断ならなそうだな。ええ、私たちもしっかり生きていかなくては。ダーナさんや森人の皆さんにがっかりされたくありませんし。俺たちにできる最善を尽くして生きてみせよう。ダーナ、そろそろ。どうやら私が再び眠りにつく時が近づいているようです。あ、はい。アドルさん、それでは最後に約束を果たさせてください。約束？あの時オキアヌスを倒した後の余地でお別れが来ることは分かってた。だからせめて自分自身の言葉でお別れを言おうって。あ改まるとちょっと恥ずかしいね。アドルさんはここへ来てから私のことを知ったと思うけど、私はずっと昔からアドルさんのことを知ってたよ。地上にたった一人残されて絶望にとらわれそうになる中で、アドルさんやみんなの生きる姿に私はどれほど励まされたんだろう。私を励ましてくれてありがとう。仲間として私に接してくれてありがとう。それとね、
後に私を見つけてくれてありがとう。忘れないよ。アドルさん、私も忘れないよ。よかった。これで約束を果たせたね。気は良好、海の状態も悪くなさそうだな。これならひとまず精錬島からスニオン港への航路もおそらく、まさかこうして振り返ると長いよ。じいさんはわしらより島の考えも等しじゃがこれで本業のどれ最後じゃ。おう、さて、道義が荷物の点検を終え次第、まだしばらくは時間がありそうだな。アドルもやり残したことや忘れ物がないか確認してこいよ。
よし、アドル、あとはお前たちが乗り込むだけだぜ。じゃあわしらも行くとするか。ぎょい。どうした、ジョーちゃん。いえ、あまりに多くのことがここであったからでしょうか。脱出できることはとても嬉しいはずなのに。わかる気はするぜ。ここでの出来事は一生忘れられるようなもんじゃねえ。お前さんたちと過ごした時間はわしにとっちゃ宝物みたいなもんだ。リコッタも絶対忘れない。運び屋としても大いに意義がある日々だったことは認めよう。アドルよ、寄せ集めのわしらがこうして今日を迎えられたのはダーナが導き、そしてお前さんがわしらを引っ張ってくれた。本当にありがとう。リコッタが父上と再会できたのも、今回の運びを完遂できたのも。あなたのことだからすぐに次の冒険へ旅立つのでしょうけど、できることならいつかまたどこかでお会いしましょう。その時に胸を張って再会できるよう、私も立派な女性になってみせます。あ、ええ、頑張ります。本当にありがとうございました。よし、それじゃあ出港と行こうぜ。